JR 中津川駅からすぐのこちら、中津川市の特産品を取り揃えています。その中に高級感のある朱色のパッケージの商品がありました。本豆腐と名付けられた豆腐です。価格を見てみると 500g 864円、一般的な豆腐のおよそ8倍もします。甘くて滑らかで、はい、本豆腐を製造する豆の匠中島豆腐の社長中島昌司さん試食販売を始めるとお客が次々に集まってきました。濃い、すごく濃いですね。滑らか。そして皆さんお買い上げ。ちょっと高いですけども美味しかったので、日本一濃い豆腐とも言われる温豆腐は全国の有名デパートでも売られいつも完売。驚きの価格でありながら1年間でおよそ8万個を売り上げます。中津川市内に工場を構える中島豆腐、1949年に創業しました。3代目の社長中島さんのほか、妻の恵子さん、そして長女の玲子さんなど5人で家族経営をしています。温豆腐の製造工程を特別に見せてもらいました。まずは大豆を恵那山の麓で湧き出る伏流水に1日浸します。それを水を極力使わないで薄で引いていきます。毎年いろいろな産地、富山、石川、新潟といろいろ調べて一番タンパク源量の多いものをいただくようにしてるんです。普通の豆腐屋さんで使う量と比べると3倍からどうかすると5倍近い量のものを使うことがあります。旨味を引き出すため均等に火が入るように釜で炊くと香り豊かな濃い豆乳が出来上がります。そしてここからが中島豆腐独自の製法、豆乳をプラスチックの容器に流し込んでいきます。ここに加えるのは三重県伊勢市で採れた天然のにがり、1本6000円するといいます。ヘラを使って優しく混ぜていきますが、この混ぜ方は門外不出。蓋をした知ってから何もしてないので、本当に作りたての味がお客さんを食べられるという。お豆腐っていうのはにがりを入れて固めてから包丁を入れたり水にさらすことで味がどんどん落ちてくるんです。とことんこだわり抜いて作る温豆腐は1日に500個作るのが限界。しかしかつては多くの豆腐メーカーと同じように大量生産した低価格の商品を販売していたのです。この思い切った路線転換が成功への分岐点となったのです。ターニングポイント、価格競争に巻き込まれちゃいましたね。もう本当に睡眠時間3時間なんていうのでやってても利益が出なかったんですね。話があるからって言われていけばもう値下げの話だけですね。値下げの話、味のないつるんとした豆腐を作れ、とにかく大量生産で安く作れって、こんなことしてたら体壊しちゃうし死んじゃうからということで、まあ取引になったスーパーさんを断りしちゃって、いっぺんに年収が200万以下まで落ちちゃったんですね。そこでいろいろ考えて、どうしても自分も今まで売ってたスーパーの豆腐っていうのは気に入らなかったし、もっと美味しい豆腐を作りたいということで、排水の維持ですね、これがダメだったらもうやめようという思いがありましたね。およそ14年前に高級路線に舵を切った中島豆腐、しかし試食では美味しいと言ってもらえるものの、なかなか買ってもらうことはできませんでした。その流れを変えるきっかけは
一つの出会いでした。中島さんがやってきたのは江那市にある有名菓子店。どうも、お久しぶりです。どうもお久しぶりです。お元気ですか？江那川上屋の社長、鎌田慎吾さん。いい調子いいですか？もううちの命の恩人ですね。本当に社長さんがいなかったらもううちはなかったですね。江那川上屋の人気商品、高山プリン。中島豆腐の豆乳を使って作られています。路線転換からおよそ3年、質の良い豆乳を探していた鎌田さんが噂を聞きつけ、中島さんのもとへ足を運んだのです。濃い豆乳ってないんですよ。もう固まってしまうような豆乳っていうのはないんですよね。で、それがもう僕はこう目の当たりにさせてもらって、で、豆腐を食べるよりも豆乳に醤油を入れて飲みたいっていうぐらいの濃さだったですね。ですからもうこれと出会ったからもできるっていうのはもう僕たちは確信を持ってたんです。その後、鎌田社長を通じて有名デパートに温豆腐を卸せることに。濃い豆腐の味が評判となり、販路は瞬く間に全国へ広がりました。200万円を切っていた年商は今や7000万円。再び中島豆腐、家族会議が開かれていました。そこにあったのは独自に開発した豆乳と湯葉を使ったスイーツ。中島さんは来年3月までに商品化したいと言います。2、3年ぼっとしてたらあっという間に置いてかれちゃいますので、もう先へ先へ、人がやらないこと、人がやりたがらないことへ向かっていった方がいいんじゃないか。本当に美味しいもの、自分たちこれならお客様に勧められるっていう商品を作りたいってことですよね。万人がうまいって言っていただけるような商品を作りたい。企業が売り上げを伸ばそうとすると、まず大型の設備を導入しようと考えます。そして大量に生産し、スーパーなどの量販店で数多く売り抜こうとします。しかしそれでは借金の返済、原材料費の高騰、低価格競争の三重苦に陥ってしまいます。また在庫を抱えたり売れ残りで必ず苦労します。ご覧いただいた中島社長は、逆境を打開するために徹底したこだわりと突き抜ける発想で、価格の優等生といわれる豆腐を高級路線に転換する決断をしました。そして江那川上屋、鎌田社長との出会いをきっかけに販路を開拓し、思いを伝えるために自ら販売に出向いたことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。